皆さんおはようございますただいまから礼拝を始めますはじめに総学をしていただきますので黙祷いたしましょう 詩篇九十五編詩篇九十五編,編,95編一節から三節さあ主に向かって喜び歌おう我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう感謝の歌をもって見舞いに進みゆき賛美の歌をもって主に喜び叫ぼう主は大いなる神であり すべての神々に勝って、大いなる王である。では、ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌三十番。賛美歌三十番。朝風静かに吹き手をご一緒にお歌いし、主を褒め称えましょう。 Oh, God. 一緒に主の祈りを祈祈りりしましょう主の祈り天にまします我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりアーメン続いて使徒信条をご一緒に告白いたしましょう。 使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主、イエス・キリストを信ず。主は精霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、 3日目に死人のうちよりよみがえり天にのぼり全能の父なる神の右に座したまえり賢しより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん我は精霊を信ず聖なる行動の境界生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ずアーメン。 お祈りいいたします恵み深い天皇お父様あなたの尊ご愛をいただき1週間を過ごすことができまた週の初めにあなたの御前に集うあなたを礼拝できますことを感謝いたしますあなたが私たちと共にいてくださるその大きな恵みのゆえに私たちは日々生きることができます主よあなたの憐れみがなければ 私たちはここの地に立つことすらもできませんしかしあなたはこのような小さなもの、なきに等しいものに恩命を止めてくださり、さまざまな恵みを持って私たちを養い、助けてくださっていることを覚え感謝いたします。あなたがよくしてくださったことを何一つ忘れることなく、今感謝を持ってこの礼拝をお捧げいたします。どうぞこの礼拝を主ご自身がお受けくださり、皆が高らかにあがめられますように。 すべてを作られた王の王主の主であるあなたの皆が賛美されますように主よ、どうぞ哀れんでくださいどうぞ、えー、病の中にある方々この礼拝に集うことはできない方々のことを覚えますまたさまざまな事情で礼拝に集うことはできない方またオンラインを通して礼拝を下げておられる方そしてまた街道に集って私たちと共に礼拝を捧げる兄弟姉妹お一人お一人 あなたがその一人お一人に届いてくださりあなたの大きなご愛と平安を与えてくださいますようにお願いいたします癒やし主でありまた慰め主である主よ私たち一人一人の思いを知ってくださりあなたが最善になしてくださいますことを私たちは知っていますあなたの大いなる御技を期待しますどうぞこれからの時も主が共にいてくださり私たち一人一人に神様の大いなる道からを 業を這いささせてくださいどうぞこれから主ご自身が私たちと共に歩みどのような困難なところを通るときであってもあなたの慰めと平安また脱出の道を備えてくださる主の道からがそのところに表されますようにお願いいたします。これからのとき一切を見てに委ね尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。 では聖書を拝読いたしますえ本日の聖書箇所は「コリント人への手紙」第2、13章、11節から13えスクリーンの方にも、ねえー、聖書箇所出ておりますので、どうぞご覧ください。拝読いたします。 終わりに兄弟たち喜びなさい完全なものになりなさい慰めを受けなさい一つ心になりなさい平和を保ちなさいそうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいすべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています 主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方すべてとともにありますように。では、一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い皆を崇めます。これから御言葉を開かせていただきます。どうぞ、今日の御言葉も主御自身が、 お語りりくくだだささ私たち一人一人恵んでくださいどうぞお一人お一人の霊の目を開き、主イエス・キリストが今共にいてくださることをはっきりと見ることができますように、また霊の耳を開いてくださり、精霊様が語りかけてくださる御声をしっかりと聞くことができますように、どうぞ主よあなたの哀れみがあなたのご愛がお一人お一人を包み、 あなたの恵みが注がれますように一切を見てに委ねますどうぞこのしもべを憐れんで十字架の陰に隠してくださいますようにお願いいたします尊いイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン今日のテーマは「祝福の祈り」です、えー、パウロが手紙の最後に「 祝福の祈りそして6つの命令を本当にねあの続けざまに書いています喜びなさい完全なものになりなさい慰めを受けなさい一つ心になりなさい平和を保ちなさい聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいこうしてね命令を続けていますけれどもこの手紙ずっとねコリントの人たち 罪を犯してていいたたコリントの人たちに対して厳し厳めが書かれていました。そしてその戒めに対してまた神様のご愛はどういうものであったのかパウロ自身はどのようにあなた方に接してきたのかそれはつまりイエス様がどのようにあなた方のことを思っておられるのかということをこの手紙を書き知らせてきたわけですそしてこの最後にこの命令をコリントン人たちに書き送ったんですね そしてて番最後に祝福の祈りが書かれています。これらはすべて、えー、コリントの兄弟姉妹たちに書かれたものなんですけれどもこれは同時にですね、えー、キリストにあって同じ兄弟姉妹である私たちにもこの命令は書かれているのだということを覚えて、えー、私たちもこの命令ひと事じゃなくて自分のこととして受け止めてそして愛と平和の神様が 共にいてくださる、そして兄弟姉妹の交わりを大切にし、神様の祝福を私たちもいただきたいと願っております。では、聖書もう一度お読みいたします。コリントビーというの手紙第2、13章、11節と12節ですね。まず11、12、拝読します。 終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神は,神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。 はいえー、この、えー、6つ命令があると申し上げましたけども一つ一つ見ていきます、えー、まず最初に「喜びなさい」という命令があります問題がある教会には喜びがありません教会の中で、えー、悩み悲しみまた怒りというものが増えてくると兄弟姉妹の交わりがなくなってしまいますまた 人間同士の交わりだけでなくて神様との交わりもなくなります私たち人間は神様から離れては1分1秒と生きることができませんそれなのに神様を知らないで自分の力で生きようとするなら多くの困難に直面してしまいます自分で生きているんだ 私たち思うかもしれませんしかし私たちが生きるのに必要な空気とか水とか食べ物とか一体どうやって得ているんでしょうか私たちは自分で心臓を動かしているんでしょうかそのようなことは全くありません神様が私たちに命を与えこの肉体を与えこの肉体を支えていくのに必要な全てのものを用意してくださっているからこそ 私たちは生ききているることがででわけですそれなのに自分で生きているんだ自分の命は自分のものだそのように高ぶった思いで生きているのなら神様の御心を痛めることになり多くの困難に直面することになるわけですある人たちはそのような困難があったとしても何とか克服していきます 信仰を持っていない人がみんな苦しんで苦しんで、何もできなくなるかというとそうでもないわけです。ある人たちは何とかねその困難を乗り越えていくことはできます。しかし、死という問題、また死んだ後に待っている最後の審判という問題に対して、人間の力ではどうすることもできません。 この死の問題また最後の審判という問題が解決できなければ私たちは本当の平安を得ることはできません。どんな人でもこの問題解決されていないのなら死んだあとどうなるんだろうか私はどこに行くんだろうかまた残された人たちはどうなるんだろうかそんな不安がいっぱいになってしまうわけです。 たとえ日々の問題が解決できたとしても、それらはすべて一時的な喜びです。その大きな問題を解決しなければならないんですけれども、この人間ではどうすることもできない大問題を解決してくださったのが救い主イエス様です。イエス様を信じることによって私たちは救いを受けました。 死に勝利して裁きを受けることなく永遠の命を頂い,いて神様の子供としていただく特権をいただきましたこれこそ私たちが忘れてはならない大きな恵みでありかけがえのない喜びですイエス様は神様の子供たちがいつもいつまでも 喜びに満たされることを願っておられました。そして、えー、救いに預かった人たちに精霊様を与えてくださって、そのようなもう信じがたいような恵みですね。精霊様は誠の神様です。誠の神様があなた方のうちに住んでくださるという、こんな罪に汚れていてどうしようもないような人間に、 聖なる神様が共にいてくださるうちに住んであなた方を助けると約束してくださった本当に驚くような恵みをイエス様は与えてくださいました生徒たちイエスキリストを信じた信徒たちはこのイエス様が与えてくださった喜びを思い出して精霊様を通して注がれる愛と平安に満たされ喜びなさいと 命じられています次にパウロが命じたことそれが「完全なものになりなさい」ですねパウロの祈りこれがコリントの人たちが完全なものになるようにそれもパウロの祈りではあったんですけどもここでもう一度完全なものになりなさいと命令しています一人一人人が イエス様に似たものに成長するためにイエス様につながって歩むこと御言葉に従順に従うことそれがここで命じられているんですねあなた方の救い主であるイエス様から離れるな喜びそしてイエス様につながって歩み完全なものになりなさいイエス様に似たものになりなさい イエス様を手本としなさい。いつもイエス様に習いなさい。そのようにパウロは命令していますね。そして次に命令されているのが、慰めを受けなさいといとうことですえ。ここは他の翻訳では励まし合いなさいとも訳されています、えー。一見するとね、全然違った意味みたいに捉えるかもしれませんけれども、もともとのこの言葉の意味。 それは互いいに呼びかけるという意味ですから兄弟姉妹がそれぞれ自分勝手に行動するのではなくてお互いに声をかけ合ってそして助け合う励まし合うまた慰め合うということですそのことによって一緒にキリストの体として築き上げられることが求められているんですね 一人一人がイエス様に似たものへと成長していく変えられていくそれだけではないんです今度は兄弟姉妹が一緒にキリストの体として成長するそのために慰めを受けなさい互いに励まし合いなさいと命令されていますそして一つ心になりなさいと 言われますね、今互いに励まし合いなさい慰め合いなさいというのは目に見える行動ですその目に見えるところだけでなくて心からイエス様の御心に従って一つとなることが命じられているんです見せかけだけのチームじゃありません一つの心となってイエス様と同じ心で一つになる 神様を愛し、隣人を愛するという心をみんなが持って、お互いに励まし合い、支え合い、助け合っていくわけです。そのように命じられていますね。そしてそのような行動によって、平和を保ちなさいと命じられています。お互いに譲り合って、 なんとなくもういいやってうと諦め合ってそれで平和を保つのではないんですね。お互いに罪人であった者が神様の前に罰を受けなければならなかった者が同じように神様に愛されイエス・キリストの恵みによって救いに預かった滅ぶべき者であったのに皆同じように イエス様の十字架の血潮によって罪を許された者そしてイエス様が共に歩んでくださることによって成長させていただける者そしてイエス様がこの地に教会を建ててくださりそして兄弟姉妹が与えられ互いに慰め合い励まし合うそのような集まりがこの地上に残されました。 そして心を一つにして歩むわけですそのようにして平和を保ちなさい平和を保ちなさいそうありますねそしてその平和はえ問題ある人間同士の関係だけではありません神様との関係においても平和を保ちなさいということです 目に見える問題を解決し愛と平和の神様との関係それもしっかりと保っていくこともしも平和を失っていたのならそれを修復しもう一度神様の愛のもとに立ち返る許しをいただき良い関係を築いていくことがこのパウロの命令の中に含まれているわけです。 そして、えー、全ての生徒たちがキリストにあって兄弟姉妹でありキリストにあって一つであるということを覚えるために互いに挨拶を交わしなさいとそのように命じられていますね。また、えー、私たちは目に見える教会というのはこうしてお互いに顔を合わせるものというふうに考えますけれどもパウロが教えるこの兄弟姉妹教会 それは地域が離れていても同じイエス・キリストを信じた者の集まりそれは全て教会です同じ兄弟姉妹です世界中どこにいても皆イエス様を信じる者は皆神様の子供であり主にある兄弟姉妹ですそのことをパウロはこの手紙を通して教えます すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っていますあなた方に挨拶をしていますそのように書くことによってあなた方だけではない世界中に同じ兄弟姉妹がいるんだよそしてあなた方のために祈っておられますよあなた方のことを心配してくれていますよそのように語っているんですね。 私たちの周りにも同じように世界中の兄弟姉妹が私たちのことを覚え祈ってくれているわけです。それは東日本大震災が起こった時本当にそれを痛感いたしました。その時私が日本福音同盟の理事をさせていただいていましたので。 世界福福福音音音同同同盟盟盟のあああるんですすね日本福音同盟があれば世世界界もりま中の教会の団体があるんですけれどもそこから「私たちは日本のために祈っています」というそのようなメールがたくさん届いていたんですよね。そして「今日本では被災地では何が必要ですか?」というそのようなリクエストがたくさん届きそして必要な物資また必要な支援が そこで与えられたことを、えー、覚えています、えー、そのようにキリストにあって主にある兄弟姉妹は世界中みんな一つですそして今私たちも、えー、世界のあちこちで迫害が起こっていますどうぞお祈りくださいという祈り,祈りのリクエストよく受けることがありますそのようにして互いに励まし合い慰め合うそれが主にある兄弟姉妹教会の姿だということを このパウロの手紙の最後のところで教えられますね。13節、13節を拝読します。主イエス・キリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなた方すべてとともにありますように。はい この御言葉を読むと最後に「アーメンってつけたくなりますよね。これは本当に多くの教会で祝祷としてお祈りされる御言葉です私はこの御言葉では祝祷しないんですけどね。民数記の御言葉をもって祝祷をしておりますが非常に多くの教会でまた多くの先生方がこの御言葉を通して祝祷をしています。私たちの人生には たくさんの試練があります問題も起こりますそれはですねよく教会はもう本当に平和でみんな仲良くて何の問題もないみたいなそんな風にね言う方がいらっしゃいますが決してそんなことありませんそして教会に来てる人はみんな聖人であってとかね清い人で 何の罪も犯さない人しか集まらないところみたいに言うことあるんですけれども。そんなことを考えて、私みたいな人は行ってはいけないところなんですよねっていう方。結構あります。しかし、人間は皆罪人です。皆失敗します。過ちを犯します。だからこそ、救いが必要なんです。それに気づいた人たちが集まるところが教会です。 ですから初めからみんな清い人罪を犯さない人なんて誰もいませんそう考えると教会は問題があって当然ですさまざまな悩みがあって当然ですですが教会が他の集まりと違うのはその問題を解決してくださる誠の神様がいらっしゃるからですそこが大きな違いですですから私たちも いろいろな問題を感じたのなら個人的な問題を感じたまた教会における問題を感じたのなら私たちに救いの手を差し伸べてくださった主イエス・キリストの恵みを思い出しましょうイエス様は私たちのために十字架で命を捨てて死に勝利しよみがえってくださいました そしてイエス様を救い主と信じるすべての人に父なる神様の身元へ行く道それを開いてくださいましたイエス様は「私は道である」とおっしゃってくださったんです私を通して父なる神様の身元にあなた方を導きますと約束してくださいました 私たちは自分の力では神様の子供になることはありません。自分の力で罪を許していただくことはできません。どれだけの財産を持っていても、どれだけの地位を築いたとしても、自分の力で自分の罪を清めることはできません。ただ、イエス様の十字架の血潮による贖い以外に私たちは、 罪の許しをいただくことはできませんそのような一方的な恵みによりイエス様の一方的な恵みによって私たちは神様の子供にしていただきましたそして作り主であるまことの神様を天のお父様と呼ぶ者にしていただきました私たちは父なる神様のご愛をいつも受けています 人間の父親が子供を愛するようにそれ以上に当然それ以上に作り主である天のお父様は私たちを大切にしておられます愛しておられますそして本来でしたら罪を犯しそして神様の御心を痛めていたものですから御怒りを受けるものだったんですが そのような身狩りをすべてイエス様がて受けてくださったのでもはや私たちは身狩りを受けることはありませんイエス様を信じた者は身狩りを受けることはありませんただ神様のご愛により失われることはない希望と平安をいただきますそしてこの地上でも私たちがこの父なる神様との交わりそして 同じように救いに預かった生徒たちの交わりができるように聖霊様が私たちのうちにずっと住んでいてくださいますそのような大きな恵みをパウロは最後に祈ったんですね。もうう一度見ましょう主イエススキリストののの恵み神の愛聖霊の交わりが あなた方すべてとともにありますようにこの大きな恵みを忘れないで救いの喜びをもって兄弟姉妹と互いに愛し合い主に従って私たちも祝福の道を歩んでいきたいと願いますお祈りいたします。 主イエス・キリストの恵み神の愛精霊の交わりがあなた方すべてとともにありますように天皇お父様あなたの尊い皆をあがめます私たちは一方的な恵みによりイエス・キリストの恵みにより尊い救いに預かりました罪の中に死んでいた者 身怒りを受けるべきものであった私たちでありますけれどもあなたはこのようなものをも愛してくださり一人子イエス・キリストをお使わせくださりイエス様が私たちの全ての罪を背負ってあの苦しい十字架にかかってくださって命を捨ててくださいましたそして墓に葬られ3日目によみがえってくださいましたその救い主 イエス・キリストを信じることによって私たちも全ての罪が許され永遠の命をいただき神様の子供にしていただくという特権をいただいたことを心から感謝いたしますこの大きな恵みを忘れることなく父なる神様のご愛のうちにいつもとどまりそして聖霊様が神様との交わりまた生徒たちの交わりを こうして与えてくださっていることを覚え、感謝を持って、喜びをもって、主に従うことを得させてください。あなたが用意してくださっている祝福は、私たちの思いをはるかに超えたものです。私たちは小さな小さな祝福で満足しやすいものですが、今あなたが用意してくださっている祝福がいかに大きなものか、そのことを覚え、期待をいたします。 そしてあなたの恵みに心から感謝をいたしますどうぞお一人お一人の上に神様の大きな祝福が豊かに注がれますように尊いイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう ご一緒に賛美をいたしましょう聖歌462番何故え三上はご一緒に賛美いたします <music> 献金をげししまょう。賛美歌547番「今探ろう」を歌いながらお下げいたしましょう、はいえー イエスキリストの父なる神様、根性もこうして愛する兄弟、姉妹とともに、御言葉を頂戴し、共に祈ることができましてありがとうございます。今日は祝福の祈りと題しまして、木下牧師よりメッセージをいただきましてありがとうございます今は恵みの時救いの時時救いであります。 あなた様から頂い,いた恵みをより多くの方々に御言葉を述べ伝えて一人でも多くの方々がキリストの友となることができるように守り導いてください私たち一人一人が聖霊様の恩助けによって御言葉を語り時が良くても悪くても御言葉を大胆に語ることができるように力づけてください さまざまな問題がいろんなところで起こっておりますけどもあなたが一番良き方法で解決してくださることを信じ共に助け励まし合って歩んでいくことができるように守ってくださいどうぞ国の二世者が判断を誤ることなくお互いに助け合い 平和な国を築き上げていくことができるように力づけてください暑い日が続いておりますけれども教会に関わる方々一人一人の健康をあなたが守り導いてください病んでおられる方ご高齢の方々の上に神様の慰めと癒しの御手がありますようにお願いします今ここに捧げましたものはわずかなものでありますけれどもどうぞ教会の御用のためにお持ちください 聖霊の交わりの中であなたと共に世々に生き支配しておられる御子私たちの主イエス・キリストによってお祈りいたします。ではお立ちいただける方はお立ちいただきまして「庄永父御子御手のを歌いし祝祷をいたします。 イエスキリストの恵み神の愛精霊の交わりがあなた方すべてとともにありますようにアーメン,ーメンどうぞお座りください。 以上をもちまして、本日の礼拝を終了いたします。どうもありがとうございます。